ますよ。どうぞ。まあいい、それ読み終わったら感想聞かせて。だから呼び捨てしないで。もしみんなの前で、おーまい、昨日貸した本どうだった、面白かっただろうとか言って慣れ慣れしくしたらマジでぶっ飛ばすから。わかったよ、わかったねえ、怒んないと、怒んないといけない時ってあると思うんだけど。怒るか、そうだね。でも、人を怒るって難しいね。亀山さ、ダサいよ。こんにちは、小倉優香です。私が主演する舞台ギャル卒が恵比寿栄光劇場で8月3日から6日まで公演されます。初主演舞台なのでぜひ見に来てください。ストーリーは青春群像コメディになっております。ぜひ見に来てください。チケットはこちらです。私には関係ないけど。マリー、彼呼び捨てませんさよなら。